シのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日はですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。3週間に一度のアップデートが来ております。今まではね2週間ごとだったんだけどね、最近はですね3週間ごとになってますね。 iPhone 版、 Android 版、アニマルレボルトバトルシミュレーターが出てるので、多分ちょっと運営さん忙しくなってるんじゃないかなと思いますね。でもですよ、もう今回もね素晴らしいアップデートが来てるんですわ。今回のアップデートのメインとなるのがこちらのパーツ群ですね。はい、ついに来ました、恐竜の骨。あのね、骨っていうカテゴリーができたわけじゃなくて、はい、今まで通りこのねベースの中に、はい、こうやってねラインナップがそれぞれ加わってる感じですね。さあそれぞれねパーツごとに見ていきましょう。まず頭ですね。はい、もうこれはねもう見たら誰でもわかるでしょ。ティラノサウルス、ティレックスのね骨、頭。いやーかっこいいねー、いいねーいやー、ナイトミュージアム再現したくなるな、これ。普通にね、よくできてるんで、なんかね、眺めてても面白いですよね。普通にね、勉強になるわ。あ、こうなってんのか、みたいな。そして、お隣にチラチラ見えてたのがこちら。皆さん何だと思いますか？はい、この特徴的なね、トゲがね、ヒントですね。はい、カルノタウルスでございます。まさかのねスピノサウルスの骨じゃなくてカルノタウルスということでね、はい、肉食恐竜の頭の中にはね今までクリロホサウルス、アロサウルス、スピノサウルス、ティーレックスの4種類だったんだけど、今までなかったカルノタウルスが骨でね追加されるというね、ちょっとびっくりだよな。てっきりスピノサウルスで来るかと思ったんだけど、まあ確かにこの角がね特徴的だもんね。大きさもねティーレックスより小さいから、なんかバリエーション豊富でいいよね。さあそして草食恐竜の骨見ていきましょう。いやーかっこいいぞこれ。トリケラトプスの頭ですね。いやもうこれでさ、大名サザミだっけ、モンハンに出てくるさカニのモンスターいるじゃん。もうこれこれで作りたくなるよね。いやまだね大名サザミ作るためのねパーツがちょっとまだ足らないですけれども、いやいつかは作ってみたいね。メカ大名サザミならできそうだけど、いや今までやった、はい、この生身のトリケラトプス、こいつもね、はい、このボーンスパイクを角に見立てて、まあ自分でつけてくださいということでね、はい、こんな感じでね、まあ今回もね角はねセルフ方式ですね。もう自分のね好きな大きさの角をつけてくださいというね、はい、感じですわ。これによってトリケラトプスだけじゃなくてスティラコサウルスとかプロトケラトプスとかね、まあトリケラトプス以外のものもね、まあ再現しようと思えばできるんじゃないかなと思うんでいいですよね。さあそしてこちらなんですけれども、ブラキオサウルスなのかな、これは。はい、名前がね出てこないからねわかんないんだけど、まあこの並びで言うとブラキオサウルスだよね。ただね、なんで首をかしげたくなるのかというとですね、はい、こちら生身の首をですねトリケラみたいに並べてみましょうということでね、はい、骨はねこうやってね前にこう突き出てるんだけど、こっちのね生身の方はね上に向かってるんですよね。だからねブラキオなのかなっていうね、まあ首傾ければこうなるんだろうけど、これにはね多分理由があると思いますんで、まあそれは後でね説明することにしましょう。さあ次ボデーですよ、ボデー。はい、このねアニマルベースってやつの中にあるこれがないとユニットとして反映されないんですよね。まあベースみたいなもんです。これに HP がつくんですよ。なので、はい、こんな感じでね、健康の開始、まあ HP が出ますね。ティラノサウルス3000、トリケラトプス2200、ブラキオが4000。生身の方も骨の方も健康の開始は変わらないですね。で、やっぱね、ブラキオサウルスの骨はね、やっぱちょっと違うよな。骨格がなんかちょっとセイスモサウルスっぽいんだよな。でね、しかも T-Rex のベースのコストは変わりません。そしてトリケラトプスのベースも変わりません。さあそしてブラキオサウルスの方はなんと違うんですよ。80コスト80とコスト130ということで50もの差があります。これが何を意味しているのか。ちなみにさっき言い忘れてましたけど、頭もね生身が5、骨が25ということで骨の方が25高いんですよ。頭は骨の方がコスト高くて、ベースは生身の方がコストが高い。はい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 、なんとなく分かってきました。はい、そしてこちらですね、肉食恐竜の胴体、コストは出てこないんで無料のはずですね。草食恐竜はもうベースにね尻尾とね頭をつけるだけで完結するんだけど、肉食の方は胴体がですね分かれております。
しかもね、これのいいところはね、はい、こうやって角度を自分でね、決めやすくなったところですよね。生身の方はね、こうやってベターってついちゃうからさ、あんまりね、表情つけられなかったんだよね。なのでね、いつも動画見てくださってる方はね、もう耳にタコかもしれませんが、はい、このように目玉を一回つけて、そうすることによってこうやって角度が決められるようになると。まあ、こうやって隙間が開いちゃうのがね、ちょっとネックですよね。目玉は後から消しても大丈夫です、ちなみに。はい、これはですね、結構いろんなことに使えそうですよ。こうやってね、胴体をね、伸ばすのもね、使いやすいしさ、なんかこうやってさ、スケルトンアーマーにも使えそうだよね。これはね、想像力がかき立てられる。なんかパリコレとかに出てきそうだな、この服。冗談です。さあ、そしてですね、尻尾は2種類あって、こうやってね、配置したら垂れ下がる尻尾と、空中でね、ちょっとプロポーションを保ってくれる尻尾。これはね、多分ね、肉食で、こっちがね、草食なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、パッと見結構似てるんで、好きな方使えばいいんじゃないかなと思うんですわ。はい、垂れ下がる尻尾の方はね、こうやってね、なんかね、ボーンウィップみたいなね、ムチみたいな感じ、武器にもなるんじゃないかなと思いますね。ギザギザしてるんでかっこいいよね。頭につけてもね、かっこいいし、ヒゲにもなるんじゃないかな、こうやって。怖え。はい、このパーツ使ってちょっと組み合わせてね、恐竜のね、骨格作りましょう。はい、ちょっとね、横にずらっと並べて作ってみました。いいねー。トリケラトプス、かっこいい。ちょっと尻尾長えけど、これ角取ってもうちょっと小型化すればね、プロトケラトプスになりますね。さあ、これだよね、ブラキオなのかな、やっぱりちょっと違うような気もするんだけど、まあまあ、こいつについてはね、また後でね、語っていくことにしましょう。さあ、そしてカルノタウルスとTレックスですね。ちょっと残念なのがね、まだね、手がないんですよ、なぜか。いや、一緒に出して欲しかったよ。で、違うのはね、大きさと頭だけですね。このね、ベースと胴体、尻尾は全く同じです。大きさと頭変えてるだけですね。いや、でもね、十分だよね。全然大丈夫。手さえあればね。まあ、多分運営さんがね、後でね、作ってくれると思うんですけどね。はい、信じております。ポン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 。ついでに、スピノサウルスの背びれもよろしくお願いします。さあ、ちょっとね、輝く目をつけてみました。いやー、かっけーな。かっこいいよ。いや、これスケルトン軍団歓喜ですよね。ガシャ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 、うるさいぞ。どうした。ガシャガシャ、ドクロ様、ついにこのゲームにアップデートが来ましたよ。それは我が闇の力で知っておった。アンデッド恐竜どもを蘇らせる時が来たというわけだ。その通りです、ガシャドクロ様。早くネクロマンシーで復活させましょう。そして我が軍に。まあ待て、アクシがレビューをしてからにしよう。あ、確かにそうでしたね。我々はもうちょっと待つことにしましょう。ドラゴンゾンビの手をスケルトンにしたかったんだけどな。尻尾だけスケルトンにするのもいいかもしれません。それから、それから。まあ落ち着け、我が復活も時間の問題。今落ち着け。いやー、スケルトン軍喜んでたよな。そりゃそうだよな。はい、生身のね、恐竜とね、今ね、対面させてるんですけど、ちょっと一体一体ね、ちょっとね、見比べていきたいですね。はい、トリケラトプスをですね、ちょっと並べてみました。これね、接合部分がね、やっぱね、浮いちゃってるのは、まあ骨だからですね、しょうがないんですけど、結構ね、細かく作られてますね。いやー、かっこいい、やっぱり。さあ、気になるのはね、攻撃方法だったりね、強さがね、違うのかどうか。はい、大胆なビリーをですね、大胆に並べてちょっとテスト相手になってもらいましょう。さあ、違いはあるのか。はい、ユニットに向かってね、突進していく様はね、結構同じだよね。で、骨の方はね、こんな感じでね、上に積極的に突き上げるのに対して、はい、トリケラトプスの方はですね、ちょっとこうね、左右にね、振ったりとかね、なんかこう攻撃がね、なんかより生々しいですよね。っていうのも、はい、こっちのね、骨の方はね、それぞれパーツのね、集合体なんで、はい、この突き上げる動作はね、頭のね、トリケラトプスの頭の骨のね、まあモーションなので、まあこんな感じになるっていう感じですね。はい、仲良く最後のビリーを倒しましたね。いやー、かっこいい、かっこいい。
さあ今度はですね、生身と骨どっちが強いのかっていうのを見ていきましょう。おおいいぞいいぞ面白い面白い、いやーいいね。いやー恐竜がですねスケルトン軍に加わるのがねすごいなんか個人的には嬉しいですよね。はい、スケルトンのねもう単一的なモーションにねバリエーションが出るということでね、はい、どっちが勝ってるんでしょうか。 HP おいおいおい2匹ともあんまりダメージ与えられない泥試合かお前ら空が綺麗だな今日も。おい尻がチケんだよお前ら。あ骨の方もうやられそうだね。さあ生身の方が勝ちそうだ。はい勝った。おはははかっけえ、なんだこの終わり方いいですね。コロコロバイバーイ。いやいい勝負を見せてくれました。はい次はですねカルノタウルスを並べてみました。いやーかっこいいね骨。ちょっと骨の方がでかくなっちゃったな。カルノタウルスサイズもうちょっと大きくしようか。いやーやっぱこのカルノタウルスのねこの赤ちゃんみたいなねもう腕がねかわいいですよねなんでこう後ろに出てんのかな。ちょっと前に出してほしかったんだよな。腕がちっちゃいからさ腕なくてもさ目立たないよね。はいパッと見のこの感じね運営さんそういうことか。カルノタウルスなら腕作んなくてもまあわからねえだろうというね、ナイスな作戦ですね。カルノタウルスのねこの腕も気になりますけど、はい個人的にはねこのね舌がピョーンって出てるのもね気になってたんだよねなんかチャーミングなんだよなこいつ。でもねなんかシワとかさこの鱗の感じがねめっちゃリアルなのカルノタウルス。はいこの角もねいい感じですよね。なんかね骨で見ると角がねより大きくなったように見えるんだよな。で顎の開き方もね骨の方が下に向いてね開いてる感じがしますね。なんかより攻撃的なシルエットに見えるんだよな骨の方が。さあ本当に骨の方が攻撃的なのかどうかってところをね見ていきましょう。いやーあんまり噛んでなくね、あんまり噛めてないね骨の方。あーでも投げてるね噛んで。おー生身の方がすごい荒々しいぞ骨の方もね攻撃はできてるけれどもやっぱりねなんか生身の方がアグレッシブだよな。すっげー叩きつけてるもんな地面に。このね地面に叩きつけモーションがちょっと欲しかったかも。まあちょっとねパーツごとにね攻撃方法をねちょっとつけようとすると叩きつけはちょっと難しいかな。まあまあでもかっこいいですね。ちょっとね骨の方はおとなしめだけど。さあさっきの見てた感じだとなんか生身の方が強そうだったけど実際に戦わせたらどうなのかってところをね見ていきましょう。さあすっげーグニャーってなってるよ骨の方はい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 。でも骨の方が丈夫だ。それもそのはず、なぜかといえばはいベースがですねティラノサウルスと同じだからということでね、体力だったら骨の方が負けませんということでね。さあこのままですね骨の方のカルノタウロスの丈夫さを生かして勝つのか、それともカルノタウロスのこのアグレッシブな動き攻撃力が勝つのか、これは見ものだ。いやー空が綺麗だな。またしても勝負がつきづれえなこれ時間かかる。さあめっちゃいい勝負めっちゃいい勝負。体力はですねカルノタウロスの方が減っていますね。さあこのままカルノタウロス骨の方が勝つのか。おーダウンを取った、まさかの骨の方の勝利。いやカルノタウルストリケラトプスの叩きを打ちましたね。さあ皆さんお待ちかね T レックスでございます。いやーかっこいいな骨の T レックス。いやテンション上がるね。いや生身の方もねすごいかっこいいんだけど、いや骨のさ何がいいかってさこの下顎ね、これがねすっげーぶっとく見えるんだよね。現にすげー太いかも。生身の方はねそんなボリュームないように見えるもんね。どっちかっていうと結構ねタイトなシルエットしてんだよね。骨の方はねもうドーンって感じでもうマッシブな感じ。いやー早速ね戦わせたいんだけど、こっちの T-Rex はね腕がない分ちょっと不利かもね。まあでもいいや、とりあえず戦わせてみましょう。さあ生身と骨どちらが強いのか。うわーこれは大迫力のバトルだ。めっちゃ見応えあるな。さあ生身の T-Rex もね腕はついてるけどあんまり腕使わないからな。はいはいはい、いい感じのバトルになるんじゃないでしょうか。さあさあさあグリグリとグリグリと噛んだ上でですねひねり込んでいく。さあ HP ゲージ、おーっと
骨の方もダメージを与えているけれども、生身にはですね圧倒的にやられております。最後の力を振り絞って膝を噛み込んでいく。おっと削ってきた。おっと一気に吹っ飛ばされた。粉々だT レックス生身の勝利。覚えてろよ、いつか完全体になってやる。さあブラキオサウルスが仇を取ってくれるかどうか。さあ骨骨恐竜4体の中で一番気になっているのがこの比較でございます。いやーこの骨はね本当にブラキオサウルスのものなのだろうか。いやーでもかっこいいよね、このね首が長いこの感じ。これねドラゴンにも使えそうだし、プレシオサウルスこれで作ってみてもいいよね。いろいろ使えそうだよな。さあ生身のねブラキオサウルスはこのね前足を上げてスタンプするんですけれども、こいつもねスタンプするのかどうか、それがねちょっと気になるところですね。ポンポンポン。はい、ブラキオサウルスパーツごとに分かれてるやつをね組み合わせて、はいこのようにね組んでみました。このね根元にね首の太さを合わせるとなんかね首がねちょっと太くなっちゃうんだよね。あとねちょっと前傾になっちゃうんですよね。なのでねブラキオ周りはね結構ねいろいろとねなんかミステリーが多いですね。はい、それぞれのユニットのね差を見ていきましょう。はい、まず骨の方、はい噛んでおりますね、噛んで投げている。そしてねこの生身のブラキオの方はね踏んでるんだよね。でもね骨の方は踏んでないの。はい、攻撃方法が全然違います。これがですね最大の違いですね。骨の方のね胴体のコストが低くて頭がねコスト高かったのはねこういう理由なんですよね。いやーもう本当にねこの骨とね生身違う恐竜なんじゃないかっていう気がしてますね。全然攻撃方法違うもん。首がちょっとね下の方になってるのも多分ね下にいる敵をね噛みやすいようにしてるからなんじゃないかなと思うんですよね。こうやってね高い位置にこうやってね伸びてたら噛むまで距離が長くてさ、もうちょっとねモーションにね無理が出てくると思うんですよね。なのでこういう形になってるんじゃないかなと思います。はい、まあでもかっこいいよな、これはこれで大好きですよ。というわけで気になるのは一体どちらが強いのかというところ。はい、早速戦わせていきましょう。さあ神攻撃が強いのか踏み攻撃が強いのかはっきりさせようぜということでね。あ、生身の方もですね首を使って攻撃してたぞ今。はい、 HP ゲージを見ながら見ていきましょう。おーっと、おー骨の方がパワーがある倒したぞ。おお、いやーこれまたね結構な長期戦になりそうだな。お、決まるか決まるか、最後の蹴りが入った。粉々、いやスケルトン系はねこうやって粉々になるのもね魅力の一つですよね。あ、これだけのパーツ欲しい、これだけのパーツ作ってこうやってバラバラになるんならさ、これ全部このままでパーツ追加してほしいわ。はい、残念ながらスケルトン恐竜3敗ですね。さあ骨恐竜をですねスケルトン軍に入れてみました。いやー圧巻ですね、もうカルシウムだらけですわ何がどうなってんのか全くわからんって感じですね。ドラゴンゾンビの尻尾も、はい、骨にしてあげましょう。さあスケルトン軍、天使の軍勢が攻めてきたぞ。今度は神がいないとはいえねこの量はやばいだろう。さあ神聖系魔法で全て光に返されてしまうのかスケルトン軍、それとも恐竜を加えて強化されたから叩き潰せるのか見ていきましょう。ついに始まるぞ、超すごいバトルが。いや天使の輝きがやば。さあ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 、もう何がどうなってるのか全く分かりませんごちゃごちゃしてんな。さあガシャドクロをね守る兵士が一人もいないということでね、誰もガシャドクロに向かっていかないね。さあ骨骨恐竜がね増えたからね、いやあっという間に今までやられてたんだけどな。すごいすごいすごい、めっちゃ戦えてるね。いやー生身のね結構恐竜にね骨骨恐竜やられてたけれども、でもね恐竜は恐竜なんでね、はい、エンジェルナイトもね T-REX1 体倒せるかどうかっていう戦力だったので、まあ結構ねいい感じですね、強さのねバランス的には。あ、天使軍団どんどんやられてる気がする。おおおお、スケルトン軍の勝利、結構まだうじゃうじゃしてるぞ。いやー、スカルスパイダーが2体とも生き残ってるって結構珍しくない？いつも特攻してやられちゃうのに。へえ、これは大幅な強化だ。まあ結構ね歩兵のスケルトンはやられちゃったけど、
恐竜はね、まだまだ結構うじゃうじゃ生きてますね。めっちゃ配置したからな。こんだけ強くなったんならドラゴンゾンビちょっとドラゴン軍に行っちゃってもいいかもな。いやースケルトン軍団マジでですね、大幅強化ですね、これは。このアップデートで。はい、ということでですね、今日は、アップデートで追加された大量のね、恐竜の骨を使って、ちょっといろいろ遊んでみました。いやー、これマジで嬉しいですね。これでね、スケルトンドラゴンとか、ガシャドクロを作ってですね、もっともっとスケルトン軍団盛り上げていきたいと思います。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それでは、またね。